そう、ちょっと明日があるのでね。そう、今日はでも早くね帰ってこれてるので、そう大丈夫。久しぶりにね、そう夕方には帰ってきてるので、すごいなんか違和感がある違和感があります。だってバースデーガールだよ、みんな見たいでしょ、見てほしいからバースデーガールの配信よね。今日も最後12人みんなで頑張ってまいりましたフ明日頑張ります頑張る。そう、今日はキャタのねバースデーということで、バースデー、バースデーおめでとう。目が乾燥してる。そう、明日は配信もあるので、そう地方の方とか行けないよって方はね、配信で見てください。0時ね、でもちょっと過ぎた、0時1分か2分ぐらいに LINE は送りました。最近コラボにハマってくれてありがとうございます。見て、今日さっきさ結んでたからさ、見てここがカクッてなってる。配信やるの嬉しいってね。スペイン目の会場決まってた。マジでめっちゃ久々に大阪と愛知行くんですよ。行けることを願っているよ。いやー、ツアーも最後まで武道館まで無事に終えることができるということを願っています。本当に。そう、今日はキャタンがね16歳の誕生日ということで、そうみんなでおめでとうって言いました。スペイベアスペシャルグッズ、なんだろう当ててください、皆さん。ぜひ武道館ね来てほしい、みんなに。そう、でもなんかまだ16歳なんやっていう話をしてて、16歳なんかまだこうコラボ入ってないよみんなってなんか結構みんなで言ってて、高1普通に学生してたわみたいな話をみんなでしてました。まだ16歳よ、やばいよね、やばいですよね。明日はきっと、明日ね TDC に初めてコラボとして立つことができるんですけど、本当にドキドキ、なんかドキドキ、なんかでも明日っていう感覚がまだそんなにないアンナと一緒に写真撮ろう、今写真一緒に撮ろうっておかしいか、わかんないそう TDC、 なんだろう、なんかね、楽しみにしててほしいなって思うし、そうなんか今回はバットなんですよ。今まではスティックバルーンだったんですけど、応援バットっていうのがあって、そうなんかね、こんなやつよね、これ野球のなんですけど、多分こんな感じのあのバットなんですよそうよいしょ、めっちゃ野球、こんなに大きくはないかもしれない、わかんない、ちょっと実物を見てないのでなんですけど、こんな感じで、そうこんなやつです。はい、これは人を叩くものではありませんので、これはこれとこれを叩きます。わかりましたか皆さん、使い方はこうです。人をこうやって、前の人やお友達を叩いてはいけません、こうですはい、そうで、まあ、ペンライトも皆さん必要です。ペンライトも
いろんなカラーのペンライト、そうカチャ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 できるペンライトっていうやつ、色がどんどん変わっていくペンライトという物体も持っていてくださいね。ちゃんとよろしくお願いします。お手手が足りないと思ったそこのあなた、それな解決方法を言うんじゃなくて、それなっていうっていうね。そう皆さん、ペンライト、ペンライトは、ペンライトはさ、手に輪っかとかあるやん、やけんそこに輪っかつけてこうやってぶら下げて、こうやってペンライトって言ったらこうやってっていう風にしっかりと頑張ってください皆さん。メンバーが今はバットって、バットって言ったらバット、ペンライトって言ったらペンライトでございます。皆さんお忙しいマックスでございますが、お忙しいかと思いますが、メンバーの指示に従ってくださいメンバーの指示というか配信の方は片手にビールはい、入らんやろこん中にペンライト。そう旗揚げゲームみたいな感じですよ。さあどうでしょう、今回はどのような演出があるのかお楽しみにしていてください。バリ忙しいで、みんなみんなバリ忙しいと思うわBad and late。いやーみんなね、画面に気を取られるはね、あるあるですよね。そうそうそう、大阪は600人、それは多いのか少ないのかわからない、どうなんだろう。伊勢方言、あ今なんて言った、スクワット応援ですか、本公演は着席かもしれないですあれ立つんだっけ、あれ TDC は立つ、あれどうだっけ、わかんない、座席がまあでもあるけどって感じですよね。着席か、ご着席願うわ。まだダメですね、さすがに。配信中の端末とバットでぜひぜひこうやって盛り上がってください。もし前の人が立って見えなくなったら、すみません立たないでください、立っちゃダメなんですよって優しく教えてあげるのがいいと思います。ライブアイナちゃん初めて、ありがとうございます。バルコニーかっこいいじゃん、バルコニーって、バルコニープレミアムはバットもらえるんだっけ、うんだった気がする。言ってもわからなかったら近くのスタッフさんに言う。そしてそれでも座らなかったらその方はつまみ出されちゃうかもしれないルールを守れない方は多分つまみ出されちゃうからダメだよそうだ、亀子さんはもうもっと大変だ、バットにペンライトにカメラ、あーお忙しい、みんな気をつけてね、カメラだけは落とさないようにね、振りじゃないよ、まあ、バットとペンライトはちょっと落としてもいいかもしれんけど、カメラは落としてダメだよトゥン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 トゥ
明日は。今日はいっぱいお風呂に浸かってむくみを取って明日挑みたいと思っていたり思っていなかったり思っています。今日はちょっとこんな感じですっぴんみたいな顔で登場してしまっているので、ちゃんと明日はバッチリキラキラメイクをしたいと思います。でもシキピ歌うのはそんなにめっちゃきついわけじゃないかも。何がきついかな、何歌うのがきついだろう。なんだろう、ハートだるまありがとうございます。配信でナルトさん見てください。明日お仕事の方頑張って。記憶しんどいね。ズルズルはナギが大変だと思う。本当にナギすごい。サブリミナルは、私はね、私サブリミナルのサビは結構ね出しづらいキーではないかも。なんだろう、何の曲なんだろう。アンは、あ、でもアンはね、やっぱ手遅れとか記憶とかかな。かっこいい系のねやっぱ曲の方がアンは声的にそう出しやすくはない。カメはもう言うてなんかサビはカメオーとかだし、オールであんま歌うとこが少ないからマジで。なんか違うのこうさ、歌番組とかでさあるとなんか歌割りがこう書いてあって、他のグループさんのなんか歌割りとかも書いてあるんですよ。そう、それでたまに見たりするとなんかイコラブはでも結構なんだろう、ソロパートがなんか細かいなって感じです。細かいんだなって改めて思いました。結構サビの中でもパートが分かれてたりとか、もうカメオとかめちゃくちゃ細かいです。カメオとかウォンチューとかすごい細かいと思うんですよね。だからそこはなんかそうこだわりポイントっていうかだと思います。そう、サブリミナルもまあカメオほどではないけど細かいかな。カメオが一番細かいんじゃないかな。どうだろう、そう。でもイコラブはねみんな声がわかるんじゃないかなって。結構やばい、もう7時まであと少しだ。TikTok でシキピの動画、嘘、嬉しい嬉しい。アナのとこにはおすすめでまだ出てきてないわあ、でもファンの方がコラボみたいなやつで踊ってくださってるの見てすごい嬉しかった。15分経過出たかな、まだじゃない、いや、わかんない、もうちょっとか。おすすめられない、シキピバズらせたいな。前の日に必ず食べるものとかはないないけど、夜、あ、今出ました、夜なんかお昼だから前日のお昼はいっぱい食べて夜は食べなくてって感じです。で次の日ももうライブ終わるまであんまり何もそんなに重たいものとかは食べないのでって感じだから昼に蓄えたりします。結構みんなそうかも。だから今日の夜とかはみんなあんま食べてないと思う。で明日もの朝もまあ食べるメンバーも全然いるけど、朝昼と食べないメンバーもあんま食べないっていうメンバーも多いのかな。私はあんま食べないですね。そう、配信チケットありがとうございます。
みんな良い明日です。明日のショールームは TDC 終わりましたっていうショールームです。どんなショールームになっているのでしょうか。笑顔で終わってたらいいな笑顔で終わらせたいと思いますので楽しみます。オロナミン C は多分明日飲むと思う、絶対終わってから。そう、でも今回はなんか今までは結構24とかも緊張と楽しみでも緊張がすごい多かったけど、今回はちょっと楽しみも結構多いかなって感じ。でもやっぱ緊張がゼロではないですね、山本の場合は。まあでもね、こう何があるかわからないのが生もののライブなので、こうライブができるっていうことだけでもねすごい嬉しいしありがたいことなので、しっかりその気持ちを TDC にぶつけていきたいなって思います。頑張ります。武道館への第一歩として。そしてね、まあ、武道館、このツアーの一番のあれは武道館っていうあれもあるかもしれないし、もちろんそれはなんだろう、大事なことで武道館っていうのはね大きいことだけど、ツアーなので少しずつそのね何しっかり重ねて積み重ねて TDC からいいスタートを切って、大宮とか千葉と神奈川と成功させて武道館までね持っていきたいなって思いますので、皆さん明日一緒に心の中で声を出して盛り上がってくださったら嬉しいです。配信をご覧の皆さんにも届くようにみんなで頑張りますので楽しみにしててください。ではのゆみちゃんのショールームが始まってしまっていると思うので終わります。13位がこうへいさん、12位がまこっちゃん、11位がゆうしすさん、10位がしんたくさん、9位がさくらさん、8位がとも、7位がまつけんさん、6位がセシリアさん、5位がセイタ、4位がクロウさん、3位がデルファイさん、2位がサシナユイさん、1位がイトコンさんです。ありがとうございます。謎に配信終わってしまった。レクタさん3人目、ロジックさんの3人です。それではじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキ。おやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。短くてごめんなさい、前日なのに。頑張ります。バイバーイ。